人たちが10人に9人が男性、そして割と、まあ、裕福の人が多いわけなんですよね、政治家になる人って。でそれに見過ごしている問題の一つは貧困ですね。その貧困が女性にとって非常に問題になっていると思うんですけれども、 OECD の中では、まあ、平均は 10%、まあ、貧困に陥っている家庭の数なんですけれども、日本の場合は16%ぐらいになります。でそれが一人親世帯になるとまた深刻、まさに深、あのさらに深刻になってくるんですね。こうやって、OECD の中ではワースト1です。まあ安全に埋めたんですねでもその後非常に苦しみます。母子家庭、その一人親家庭の8割以上が母親の、ね、母子家庭なんですけれども、まあ、貧困であるのは 60% 近くです。非常にもう毎日が辛いんですね。でどういうふうに生活しているかというと、まあ、母子家庭の場合だと平均年収、まあ、年収200万以下は6割です。まあ、一人でも200万で生活するのは非常に大変だと思うんですけれども、もうその中でまた子育てしないといけないと思ったら非常に難しいですね。だからこの母子家庭、一人世帯、まあ、一人親家庭、そしての貧困が非常に問題になってるんですけれども、それだけではないんですね。女性の平均収入は生涯男性より少ないです。子供がいてもいなくても、結婚してもしなくても。これを見てみると1978年以降、まあ、男性の収入はねちょっとバブルの時に上がったりしてて、その後、ね、大変なことになったんですけれども、女性の平均収入はほとんど変わらないんですね。ということは、もう必死に生活しようとしている、なかなか他の活動にする参加する余裕がないということもあるんですね。で老後をまたさらに貧困に陥る可能性が高くなっていきます。例えばこういう痴漢の話になると、まあ結構道歩いてるとこういうね痴漢に注意とか、こういう駅構内でこういう痴漢に注意ポスターあるんですけれども、まあ痴漢は問題だということはもちろん皆さんは意識してると思うんですけれども、これになると痴漢に注意っていうことになると女性の責任になるわけなんですよね。痴漢するなよ、触るなよ、あんたに誰か違う、もう女の人の体を触る権利はないんだよっていうポストではないんですね。これが女性の問題になってしまうんですね。これ多分特にこれを見た瞬間、初めて見た時にすごい怒ったんですけれども、痴漢ですってなんかその弱ってるような可愛い目がなんかプチプチしてる女性がなんかこういうふうに描かれてカチンときたんですよ、これ見た時に。いやそういう問題じゃなくてと思ったんですね。なのでまあちゃんとね、社会でこういうポストを出してもう意識してますよ、考えてますよっていうメッセージがあっても、描き方によって非常にねまた問題になるということがあるんですね。じゃあ最後に、じゃあがっかりしたところでどうすればいいか分かんないというところで、個人にもできることをいくつも紹介して、その後皆さんもぜひディスカッションの中で他のアイデアもあったら聞きたいんですね。まず聞き逃さない、許さないこと、なんか変なことを見たとき聞いたとき言えばいいんですね。なんか言えばいいんですねって簡単に言えるんですけれども、言うのは難しいと思いますが、ぜひ言えるようになるといいですね。あとハラスメントを訴える女性を信用することが一番、もうどうせお金のために言ってるんでしょうとか、絶対なかったんでしょうとか、あんたなんか悪いことやったんじゃないの、酔っ払ってなんか一緒に行ったからあんたは悪いんでしょっていう話じゃなくて、信用してくれる、してあげる、ちゃんと話を聞いてあげること、あとまあ企業をねやってるところは積極的に女性を採用する、子供がいるから採用していけないとかそういうんじゃなくて、私も前職では、教員採用に関わった時にちょっと履歴書もらった人からに電話して、ちょっと今日面接来れないのかな、申し訳ないけど今日来れないのかなってお願いした時に、ちょっと赤ちゃんいるから行けないって言われて、赤ちゃん連れてきてくださいって言って、その赤ちゃん連れてきてくれて、で赤ちゃん抱えた中ちゃんと質問答えられたので、この人素晴らしい教員になるんだなって、それすごい分かったんですね。だから赤ちゃん連れでも問題ない、子供がいたらもうそれもしょうがない、
いてもいいんじゃないかっていうような社会を私たちが作らないといけないんですね。おかしいことじゃないから。